桐蔭学園の広川です。本校では今年で創部14年目になります。文武両道の本校では経験の浅い生徒から全国大会で優勝する生徒など幅広い生徒が入学してきます。普段の練習は2時間半程度の練習を行っておりますが、実践練習よりも基本練習や反復練習を重視して行っております。短い時間の中でより効率の良い練習方法を紹介させていただきたいと思っておりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。では準備運動を始めていきます。次に打ち込みを行います。打ち込みは柔道の基本となる動作になります。本校ではいくつかの打ち込みに分けて練習をしております。まず最初に大きくゆっくりと入る打ち込みです。まず1の動作で相手をしっかりと引き出します。2の動作で作りを、そして最後に掛けの動作に移ります。だいたい1つの動作を2秒ずつぐらい行ってください。ゆっくり行うことによって釣り手引き手をしっかりと意識させます。1の動作で崩します。この時に受けている相手が必ずつま先立ちになるように、ここが非常に大事になります。崩し、作り、掛け、この3つの動作がきちっとできていないと柔道では相手を投げることが難しくなってきます。ゆっくりと打ち込みをやるということは非常に見ているよりも辛い動作になります。この時にただ打ち込みをするのではなくて、一つ一つ意識をさせるということが非常に大事です。1で崩し、2で作り、3で掛けです。相手をしっかり引き出します。最後の形も必ず2秒止めて確認をさせてください。本校ではこの打ち込みを練習の前に必ず10本から20本程度行ってから打ち込みをスタートします。